皆さんこんにちは。今回の動画はトレバの新設定の中でハイエナが狙いそうな設定ランキングベスト3というのを紹介していきたいと思います。ちょっと前に自分の動画で新設定の中であんまりプレイしない方がいいんじゃないかというランキング紹介したんですけども、今回はハイエナが狙いそうな設定ランキングというのを紹介していきたいと思います。でまず第3位がこちらですね、1、2ヶ月ぐらい前ですかねに突如現れたこちらの台なんですけども、この重り設定ですね、真ん中の台のところが一定値を超えると景品獲得になるっていうですね、トレバではかなり斬新な設定になるんですけども、これを第3位とさせていただいています。で実際に自分がプレイした動画も1ヶ月ぐらい前にですね、多分アップしたことあると思うんですね。でその時にはこれどういうに取るのかよくわからないみたいな話をさせていただいたんですけども、今ね割とシンプルで、この真ん中の台のところに重りが一定値を超えて、いくとですね景品獲得になるというところになります。なので割とねやることはシンプルなんですよね。まあ運も必要なんですけども、まあ、ボールとかビーズみたいなものをどんどん上の方に重ねて、この一番後ろのところにあるこの、なんていうんですかね、はかりみたいなところがオレンジ色のゲットというところになれば、まあ、大体景品獲得になります。でこの台のポイントはですね、ゲット判定のところになってもなかなかね判定として景品獲得ならないというところがポイントなんですよね。なので結構ねプレイされている方も結局途中でやめちゃう方とかも多かったりするので、まあ、最後も今くらいのメーターであればですね十分獲得のチャンスだと思うので、このあたりになればハイエナしてですねプレイチケットを使って獲得を目指すとかもいいかなと思うので、こちらを第3位とさせていただいてます。でボールが落ちるとですね一気にこれ重り触れますので、まあ、これを狙ってプレイするっていうのもいいかなと思います。で、最後こんな感じで、全部ね、落ちれば景品獲得となりますので、こちらを第3位とさせていただきました。さあ、続いて第2位ですね。ディーリング設定になります。で、トレバではディーリングってね、かなり、長い期間ね、見かけなかったんですよね。まあ、密かにあったのかもしれないんですけども、自分全く見かけてなくて、で、最近実は数が増えてきているというところになります。なので、これ第2位とさせていただいてます。でディーリングの、この新設定のポイントなんですけども、この、まあ、バーみたいなものあるじゃないですか、支えているところ、これがねクロス字になってるんですよね。でこの設定自体は別に真新しいものではないんですけども、最近のこの新設定のディーリングってこのタイプが多いです。で嬉しいのがですね、ちょっとこれも動画ご覧いただきたいんですけど、ディーリングって基本的にはこのリングを上から押して最後獲得するような形になるんですけども、この設定に関してはね、こう真ん中ら辺で掴んで上に持ち上げて右の方に行けばハンドでねこういう形で落ちることも結構あるんですよね。なので割とディーリングの、設定自体はね結構難しかったりするんですけども、この台自体は割とね、取れやすかったりとか、まあ、こういう風な状況でもね景品掴んで一気に獲得することもできるので、こちらを第2位とさせていただいてます。これもね上から押しても獲得できたかもしれないんですけども、真ん中ら辺で掴んで上に持ち上げて、で反動で一気に落ちるみたいなこともあるので、全然ね一発二発で取れるようなケースも出てくるかなと思うので、こちら第2位とさせていただいています。まあ、ディーリング自体は結構ね難しかったりはするんですけども、自信ある方とかはぜひプレイしていただくといいかなと思います。はい、で第1位がこちらですね。ほんとつい最近現れて、自分の動画でも、つい最近ねアップさせていただいたと思うんですけども、こちらを第1位とさせていただいてます。でこれはですねトレバでは珍しいんですけども、このカプセルをですね掴んで、後ろのところに持っていけば景品獲得になるっていうシンプルな台なんですけど、これねアームバーが異常に弱いんですよね、この掴んでるところが。なのでこのカプセルからゴールまでの距離が遠いと途中で落ちてしまうっていうね、感じになるんですけども、この台の第1位にさせていただいた理由っていうのはですね、カプセルがこのゴールに近いと簡単にゲットできるっていうところがポイントになります。なので今回ハイエナというところにポイントを置かせていただいてますけども、ボールがこういう風にゴールに近いところに置かれている時には割と数手でうまくいけば一発で取ることもできますので、これね割とハイエナしやすいんじゃないかなと思っています。で自分のプレイ動画でも3手ぐらいで獲得した動画アップさせていただきました。でその時にはまだボールがね、ゴールに近い状況ではなかったんですけども、ちょっとずつこう、ゴールのところに近づけていけばプレイチケットだけでも数枚で獲得すること十分に可能性としてあるので、まあ、そういうところをですね、ぜひチャレンジしていただくといいかなと思います。まあ、特にこんな感じでゴールのもう目の前にある時にはちゃんとね真ん中でボールをしっかりと掴むことできれば
多分獲得することできると思いますので、こんな感じで放置されてたら、まあ、ハイエナのチャンスと思ってね、ぜひプレイするといいかなと思います。なのでこちらね、あの第1位とさせていただきました。まあ、いつまでこの台が続くのかっていうところはね、結構微妙だし、数自体がそんな増えてくるとは思えないんですけども、今一番ホットで、簡単に取れそうな台かなと思います。でこれとかね、まだちょっとゴールから遠いんですけども、遠くても、割とねちゃんとボール掴むことができるとギリギリねゴールまで届くようなケースもあるので、まあ、こういうところぜひ参考に、プレイしていただくといいかなと思っております。はい、ということで今回はトレバの新設定の台の中でハイエナが狙えそうな設定ランキングベスト3というのを紹介させていただきました。今日紹介させていただいた3つの台に関しては、ハイエナで獲得することのチャンスが十分にあるかなと思ってますので、ぜひプレイされる方はですね、参考にしていただければと思います。自分の動画ではトレバのプレイ動画などを中心にアップしてますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。